おはつきおつほろほぼ10分でサクッとわかるホロレンズ2。どうもテクノロジーアーキテクトのあつしです。ありのいくと申します。このシリーズではホロレンズ2の基本的な使い方を5回に分けて10分でサクッと紹介していきます。今回は前回紹介できなかったトレーニングの作り方を紹介します。続き気になってたんですよ。それでは早速スタート。それでは今回もホロレンズ2を紹介していきましょう。イエーイ、よろしくお願い申し上げます。はい、今回は前回ご覧いただいたガイズのトレーニングの作成方法を紹介していきたいと思います。おお、待ってました。はい、ガイズのトレーニングは PC のガイズアプリで作業のアウトラインを作成してからホロレンズを使用して空間に配置をしていきます。おお、先に PC で作るんですね。そうなんですよ。細かい文字の入力とかは PC でやった方が効率がいいので、まず PC で作業ステップや表示する文字を入力するようになってます。なるほど、作業効率が考えられてるんですね。はい、こちらが PC のガイズアプリです。このようにフローを作るように作業ステップを作っていきます。で、各作業ステップごとにこんな感じで文字を入力して作業内容を記載することができます。例えばすでに作業マニュアルや作業指示書がある場合はその内容を入力するといいですね。おお、前回動画が再生できたんですけど、動画ってどうやって挿入するんですか？はい、手順で使用する動画はホロレンズやスマートフォン、あとカメラなんかで撮影してインポートしてから追加します。で、このように 3D データもインポートして追加することができます。あとウェブはこちらのアクションから追加して URL を入力していきます。次にホロレンズ2を使用して空間に配置をしていきましょう。先ほど PC のガイズアプリで作成したガイドを開きます。今回は著者モードっていうので開きます。おお、著者モードって何ですか？はい、英語ではオーサーモードなのでガイドを作成するモードだと思ってください。このように手で掴んで配置していきます。向き、角度、そしてサイズも変更できます。で、デザインはこちらで変更ができます。そして場所はこのように指定していきます。これを先ほど PC のガイズアプリで作ったステップごとに作成していくんですね。ホロレンズ2だと表示されたオブジェクトを直接手で操作できるのは直感的で作業しやすいですね。そうですね。ガイドの場所を固定する方法は3通りあります。1つ目はホロレンズの位置情報を使う方法です。マーカーを貼らなくてもガイドの場所が固定できます。ただ若干位置がずれやすいのと設置する部屋が変わるとガイドの位置合わせがもう一度必要になるのでテストや検証での使用をおすすめします。2つ目はこういったガイズ用の円形コードを使用する方法です。位置を正確に捉えることができるのが特徴です。一度円形コードとガイドの位置合わせをすれば部屋の形や置き場所が変わっても使えるので、同じ機械が複数の工場に置かれていても全て同じガイドを使うことができます。ただこの円形コードサイズがこのサイズで固定なので貼り付け場所には注意が必要です。そして最後に QR コードを使用する方法です。円形コードと同じように正確な位置合わせと一度 QR コードとガイドの位置合わせをすれば部屋の形や置き場所に関係なく使えるのが特徴です。またサイズを自由に変更することができるので
コードの貼り付け場所の選択肢も広がります。ただ位置情報と円形コードがホロレンズ1と2の両方で使えるのに対して、 QR コードが使えるのはホロレンズ2のみになるのでご注意ください。うん、なるほど。これなら現場の方も手軽に作れますね。こういったトレーニングでは見たり聞くだけよりも手を動かした方が習得が早くて、そして人に教えるとさらに理解が深まると言われています。うん、間違いない。ガイズを使うとトレーニングの効果をより高めることができるようになるんですね。いいですね、すごいです。ところでガイズってどんなところで使われてるんですか？はい、海外ではアメリカのパッカー様という会社が新しく作業に着任した方の早期スキルアップのためにガイズを活用しています。お、日本でも使えるんですか？はい、日本ではトヨタ自動車様が販売店のメカニックの方向けの作業マニュアルをガイズで作成して、トレーニングや作業ガイドに活用していこうとしています。お、これからもっといろんな業種で使われていくといいですね。そうですね。今回はガイズのトレーニングの作り方をご紹介してきました。次回は同じくビジネスアプリケーションの紹介なんですけど、次回はすごいですよ。お、離れたところから一緒に作業していきたいと思います。何ですか、超能力的な。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。